ロケットとは有機化合物の一種で、ベンゼン管にシクロプロパン管とシクロブタン管が1個ずつ縮合した構造を持つ三貫性炭化水素。立体的な歪みを持つベンゼン誘導体として合成、研究された化合物だが、その独特の構造がロケットを思わせることから、いつしかロケットと呼ばれるようになった。1975年に2つの研究グループから、 ロケッテンの合成について独立した報告が行われた。デイビリアンらは、1、サンブタジエンとマルインサンジエチルのディールスアルダー反応から出発して、6段階でロケッテンを得た。その中で、3、インカンは、ジクロロカルベンの二重結合への負荷。4、印鑑は光による電子環状反応により構築した。全周率は、約5%であった。ボルハートらは、 1.5 1ヘキサジーンと3メトキシマイナス1トリメチルシリルプロピンからコバルト作体を触媒として2プラス2プラス2緩化により対応するシクロブタベンゼン誘導体を作りシリル元を周素に変換した後に N ブチルリチウムによる脱離反応によりロケテンを得たこの手法は後にストングラさらにホールトンラによる気質条件の改良が施された 改良後のロケッテンの合成経路を下に図示する。1、5ヘキサジンと3マイナス1プロピンをコバルト錯体により感化させ、N、ブチルリチウムによる脱離反応でロケッテンが得られる。脱離反応の収率の大幅な向上は脱離器を変えたことでもたらされたものである。ロケッテンではシクロプロパン管とシクロブタン管が縮合することで、ベンゼン環状に 立体的な歪みがもたらされている。X 線結晶構造解析の結果から、ロケットのベンゼン管の六角形では、シクロプロパン管、シクロブタン管と縮合している炭素上の結合角が、それぞれ126.3度、124.4度、そして縮合がない炭素上の結合角が109.2度と、通常のベンゼン管の結合角に比べ大きく、歪んでいることが分かった。 反応性としては、要素などの旧電子剤と反応して、シクロプロパン管が開感すること、強塩期により、シクロプロパン管上のベンジルくらいのプロトンが引き抜かれてアニオンが発生し、旧電子剤で反応元を導入できることが報告されている。ありがとうございます。